金沢厚氏は、千葉県出身のバスケットボール指導者である。八千代市立八千代中学校、千葉県立桜高校、筑波大学で選手として活躍し、卒業後は、ヨルダンのあるジャリールスポーツクラブのアシスタントコーチと、同クラブの U-14 及び U-16 チームヘッドコーチを2003年まで務める。2005年、八千代市選抜チームのアシスタントコーチを務める。 2006年より母校、筑波大でアシスタントコーチを務める。2007年から2シーズン、ライジング福岡アシスタントコーチに就任。2009年、高松ファイブアローズアシスタントコーチに就任。福岡、高松時代いずれもヘッドコーチはカール・ジョン・ニューマン。2010年、ニューマン退任後のヘッドコーチに昇格。2011年、茨城県つくば市を本拠地として、 翌2012から13シーズンにより、JBL2 に参戦する、デートリック茨城のゼネラルマネージャーに就任。2012年2月、ライジング福岡のヘッドコーチに就任。2012から13シーズンにチームを、BJ リーグ準優勝に導く。2013年、TGD、ライズヘッドコーチに就任。2014年、パスラボ山形ワイバンズの初代ヘッドコーチに就任。 また、3X3 男子日本代表のアドバイザリーコーチも、勤めフィバ 3X3 世界選手権に帯同した。2016年に山形を離れ、古巣であるライジング福岡のヘッドコーチに復帰した。この年、チームは名称を、ライジングゼファー福岡に変更している。2017年2月退団。同年、日本バスケットボール協会で、技術委員となり、 再び 3X3 日本代表の強化を担当している。ありがとうございます。